たら強すぎる。他の人たちに知られたら、私の第二位が取られちゃうわ。けど、律者相手に、私もよくできた方よね。全然本気を出していなかったでしょう、エリシア。あなたはただ遊んでいただけよ。あら、メイだって本気を出してないんじゃない？心が通じ合っているのかしら。二人とも全力を出さなかったわね。とにかく、今のメイならメビウスと向き合っても問題はないと思うわ。さあ、約束を守るわね。彼女は扉の向こうにいる。安心して進んでいいから。でも、あまり調子に乗っちゃダメよ。彼女は第10位だけど、一応英傑の一員だからね。ん？どうしたの？まさか、私と離れたくないの？私は、これから何と遭遇するの？それは自分で見極めてみて。なら、聞き方を変えるわ。古の楽園。この巨大な記憶解雇装置。これらが存在する意味は、一体何なの？データベースとしては、効率があまりにも悪い。伝承のための試練の場としては、コストがあまりにも高い。一人の興味から、全員の賛同を得られるとは思えない。あなたたちにとって、古の楽園には何か重要な意味があるはずよ。そしてそれこそが、ヨルムンガンドが今まで守ってきた本当の理由でしょ。それは本来なら、来訪者が旅を始めるときに教えられること。なのに私は今でも何も知らないわ。それとも、その質問の答え自体が教えられないような秘密なの。まあまあ、私たちの間に秘密なんてないでしょ？古の楽園が存在する意味ね。少し考えさせて。多分、正解をあげることはできないと思う。だって人によって、古の楽園は全く異なる意味を持つから。エデンにとって、それは美しい過去。千号にとって、それは戦争の続き。メビウスにとって、それは成婚計画の派生。彼女が人生をかけた夢と追求そのもの。そしてケビンにとって、それは一つの象徴かもしれない。英傑がこの世界に存在していたという象徴ね。けど、私の考えが聞きたいのなら、それはもっと簡単よ。古の楽園は、美しいおとぎ話が記された絵本みたいなものなの。一つの時代。一つの旅。それから十三人の人生すべてをね。何を言っているのか、よく意味がわからないわ。メイ、私たちの時代、火を追う蛾の話をするとき、あなたは何を思い浮かべる？荘園と戦火？それとも廃墟と焦土？もしくは災害と犠牲？みんなそう言うけれど、本当は違うの。あの消えてなくなる時代でも、人々は変わらず、明日の朝食は何にしようとか、給料が出たらどう使うかとか、そういった話をするのよ。そして愛も変わらず、数年、もしくは数十年の時間がないと実現できないような、夢や計画の話をするの。たとえ世界が終わろうとしている日でも、明日への期待を抱く人がいる。文明が暗闇の中で揺れる時にも光は生まれるの。そしてそんな世界に13人の素晴らしい人たちがいた。文明が滅亡すると知りながらも胸を張って生きた。自身の姿を永遠に歴史に刻むため最後まで必死に抗ってた。古の楽園が記録しているのはそういう単純なストーリーなの。それだけの理由で？私にとってはね。でも、私らしいでしょ。このストーリーには苦しみと失敗があって、裏切りと別れがある。だけど同時に、
幸せと喜び、そしてぬくもりと感動もある。悲しみは消えないけど、温かい気持ちも心の中で大切にされる。だから私はこう言ったの。私たちの記憶を全部残しましょうって。後世に伝えるべきものは、憎しみと使命だけじゃない。この時代の素晴らしさを知ってもらわないと、未来の人たちは私たちが戦った意味を理解できない。冷たい知識と技術は教科書に記せばいい。英傑たちが伝承すべきものは、英傑としての栄誉と戦う理由。この火を追う旅の中での私たちの魂の拠り所。後世のあなたたちには、私たちの人生の足跡、魂の刻印を見てほしい。そしてその中から自分自身の探し求める答えを見つけてちょうだい。あの扉の奥でメビウスがあなたを待ってるわ。でも彼女は旅の終点じゃない。あなたは彼女を乗り越えて、より遠く、より深い過去に行くの。メイなら遠くまで行って、歴史に埋もれた真相や人類の運命の分かれ目を見ることができるかもしれない。火を追う蛾が人類の文明のために行ったすべて、それから火を追う蛾が犯した取り返しがつかないミスも。まあ、結果はどうあれ、私たちの時代は終わった。そして私たちはそれぞれの使命を果たした。たとえ世界が英雄によって救われなかったとしても、少なくともあなたたちは生まれてきた。それが私たちの望んだ結果よ。人類がもう一度チャンスを手にしたのだから。もちろん神聖の時代にも様々なトラブルが訪れる。難題や試練にぶつかり立ち止まることもあるけど、けどそれはあなたたちが解決すべき問題よ。きっとあなたたちはちゃんと答えを出せるもの。背負わされて前を向くのではなくて、誰かが選んだ道をただ進むことでもない。どうしたい、どうするべきか、そう考えながら自分自身の運命を、刻印を決めるの。自分の意志で自分が決めた目標に向かって、自由な方法で自分が主役の人生を全力で歩むの。ほら、私はそうだし、みんなもそう。私の知ってる時代、そしてその時代が生んだ13人もそうだった。幾千万の奇跡が混じり合い、巡り合い、ここから花が一斉に咲く奇跡が生まれる。英傑の物語は少しは啓発になったかしら。と答えは決まってるわね。それが一番よ。そう思わない？だから古の楽園に何の意味があるかという質問に答えはない。少なくとも提案者である私はそう願ってるわ。その意味は来訪者自身が決めるべき。みんな自分自身の答えを手にするんだもの。全ての真相を見届けた後、誰かの理想を続けることを選ぶのか、それとも暗闇の中で眉を破って蝶になり、私たちが考えたことのないような道を切り開くのか。私の豊かな想像力なら数十数百もの結果を思いつくことができる。けど私が言っても何の意味もない。その心に答えがあることが一番大事だから。とにかくメイ、あなたのことを応援してるわ。だってあなたは私と同じ可愛くて優しくて純真で強い美少女なんだもの。過去でも今でも可愛い女の子にできないことはない。その点だけは何があっても変わらないわ。はあ、ありがとう。あなたがこんなに話しているのを初めて見たわ。こんな私はちょっと慣れないかしら。私に勝ったご褒美ということにしましょう。実は結構緊張したのよ。ちゃんと言いたいことを伝えられていたかしら。緊張？全然わからなかったけど、
少なくともあなたが第2位である理由が分かった。英傑たちのもう一人のリーダー、確かにあなたには相応の器と資格があるわ。ありがとう。私もそう思ってるけど、やっぱりこういう真面目な雰囲気は苦手だわ。さっきの私は忘れて、今までのような感じに戻ってもいい？ええ、お好きにどうぞ。私は嬉しいわ。メイと一緒にいて嬉しくならない人はいないでしょうね。じゃあ私はホールに戻って待ってるわ。メビウスのこともよろしくね。これはちょっとしたプレゼントよ。エリシアから一時的に卒業した記念にね。今日の質問について他の人たちのところでは全く違う答えをもらうこともあるかもしれない。これは長い旅になるわ。立ち止まることも何も得られないこともあるかもしれない。けどそれは必ずしも悪いことじゃない。何かを成し遂げて何かを達成したから前進するというわけじゃないの。空虚、迷い、ためらい、自己否定、一人の人生にとってその過程にはちゃんと意味がある。ここにいる13人がかつて体験したようにね。ほら、彼らはあんなに誇らしげに生き、信念を貫き、命で文明の昇華を奏でた。これは英傑と呼ばれた人たちの物語。13人の出位者が完結させることができなかった旅だけど、メイ、あなたの旅はまだまだ続く。そうでしょ？なら心のままに進みましょう。足跡をたどってあの火を追った生徒を見届けなさい。最後は死した者たちの墓を越え、私たちが作れなかった未来を作りなさい。行きましょう。メビウスは扉の向こうにいる。いつでも出撃できます。